はい、えー。おはようございます。炎上です。今日も YouTube 朝会よろしくお願いします。ということで、昨日は、まあ、あのー、短期金利、アメリカの短期金利の上昇、まあ、長期金利ですね、えっと、の上昇が一服したというところですかね。2年祭り回り、まあ、あのー、金曜日の終わり値レベル1.16、1.18%ぐらい。まあ、一時上がる局面もあったんですけどね。で、5年祭の利回りも、まあ、 金曜日の終値より若干同じぐらい1.61%で10年差利り回りもやはり1.78%ということで一時上昇する局面もあったんですけどまあまあ、えー、と長期金利が割と落ち着いてたということもあってアメリカの株3指数揃って大幅に上昇しましたねあとそうですね終わって FMC の前の、まあ、2週間弱ぐらいの間っていうのはブラックアウト期間っていって、連銀関連の人たちが発言するのが禁じられてるんですけど、終わったんで、まあ、ここに来て、一気にいろいろな人がいろいろなことコメントを垂れ出したんで、まあ、例えばサンフランシスコ連銀のデイリー総裁は、3月にゼロ金利を解除する見通しなんですけど、 どの程度上昇するかはさまざ、あ、まな選択肢がある。まあ、ここら辺は今の段階ではハト派的なんですかね。あとはアトランティックレンギンのボスティック総裁は50ベーシス、まあ、3月に0.5%の利上げは私の好む政策行動ではないということで若干ここら辺も牽制してますよね。あとはカンザスティレンギンのジョージ総裁は えー、過去と比べて早い時点で QT に着手でき積極的な資産縮小により利上げペースは緩やかなもので済む可能性がある、まあ、先に QT をやれば利上げペースはそれほど大きなものにならなくて済むよということも言ってますよね、まあ、最近ちょっと前までは3回で直前4回でここに来て FMC を過ぎたからは5回から7回というどんどん あの、利上げ回数もインフレ気味になってきちゃってるんですが、まあそこら辺どうなっていくかというところですよね。まあ7回っていうと0.25ずつやっても、ね、結構な、 あの1.5%ぐらい上がっちゃうんですかみたいな感じなんですけど、うん、まあそこら辺が今ちょっと注目されてるところのかなのかなという感じがしますよね。うんまあ、そういう意味じゃ今,今週雇用統計あるんで15万3000人で失業率3.9%で横ばいということで伸びが鈍化してるっていうところなんですけど予想ではね。 まあ、それよりは、えっと、平均賃金の、あの、がどのぐらい伸びてるかっていう、そこら辺が、賃金の上昇が強いと、それインフレ材料になりますんで、まあ、そこら辺をマーケットは気にしていくんじゃないかなというふうに思われますね。はい。そんな感じで、えっと、株式市場を見てみましょうか。えー 昨日は結構上がりましたね1月が、ね、かなり各指数で2008年以来の下落幅とか、まあ、そんなことになってるんですけど昨日 SP、SP500 は1.89%ダウが1.2%ぐらいナスダックが3.4%ラッセル2000これ小型株指数ですけど、まあ、これが3%ということで総じ、まあ、て全般的に3指数上昇という中でもやっぱりナスダック、ラッセル、まあ、中小小型ハイテクあたりが ねグロスの優位が目立ちましたよね。うんう。まあそんな感じですかね。で、えー、あとは、えー、アクティブ、モーストアクティブ、いつものようにいい見てみましょうか。ちょっとごめんなさい。えー、と。 これですねはい、えー、アップルが2.6%ア,アドバンスマイクロデバイス8.56%やっぱり半導体ちょっとここら辺良かったですよね、まあ、アップルもそうですけど2の17%あとはあロビンフットなんかも上がってますね11%ぐらいで n v i d i a 7%ですねうーん うーんまあそうですねカーニバルなんかも上がってますねうーん まあ、インテルも上昇ということで、総、ま、じ、あ、てやっぱりハイテク、そこらへんが強かったねっていう感じですね、まあ、ここらへん下がってた分が、まあ、テスラも10%上昇ということで、下がってたところが、まあ、大幅に上昇してきてるなあということで、えーまあ、テスラに関してはクレディ・スイスが投資判断、アウトパフォーマンスに引き上げたということらしいですね。うん はい、えーまあ、結構、即指数も上がってますし、まあそれを受けて日経平均先物も,も、えー、と2万7300、えー、円ぐらいですかね、先物300円ぐらいで終わってますね、代償ね、ちょっとき昨日う2万7200円ぐらいのところが、えー、と重かったんで、まあ、そこを超えてきたという感じですね。 2万7200円、東京時間、重かったですよね。で、そこを超えてきたんで、次、そうですね、えー、とやっぱりここ2万7500円ぐらいから700円ぐらい、700、800円にかけてのところというのは、上昇前に。 も、えー、み合ったところなんで、まあ、そこらへん、2万8000円の手前のところがどうなるかというところ、まあ、そこまでね戻せるかどうかというところだと思います。まあ、全般的にリスク先行の機能は流れでした。ということで、まあ、ドルの上昇が一服したというところですよね、うんまあ、まあドル、高値圏にはいますけど、上昇ちょっと一服というところですね。うん はい、えー、そうですね一度えっ、ー、と上がったところが昨日は下落してるという感じですねはいあ月間ピポットはここにありますか96.755というとこでえっ、ー、とー 先月はね月間ピポットが95の50ぐらいにあったんでそこがサポートされてずっと上がってったんですが月間ピポットを今ちょっと下回りつつありますよねこれはどうなんでしょうまあデイリーで見ないとわかんないんでえまた今日上行っちゃうかもしれないんですけど こここが下回るってことはドル安まああのー、最近の流れとしてはねあの金利が上昇してドル高っていうのもあるんですけどリスク回避の動きになるとドル高円高リスク先行になるとドル安円安っていうふうな まあそんな流れがまたちょっと復活してるのかなという感じがするんで、ちょっとこのドルの動きって少し見といた方がいいかもしれませんね。まあ、こんな感じですね。一瞬高値をつけて、またちょっと落ちてきてるというところで、まあ、ちょっと一日の下げ幅としては昨日でかかったですよねうん。96あたりですかね。サポートできるかどうかというところなんですが。 個別見てみましょうか、ドル円がやっぱり115円の、そうですね、あの20あたりがあのデイリーピ,ピポットになりますね、まあ、中盤があのー、抑えられて下落していった、で今週 ECB は何もないという予定ですけど、1.11の5丸あたりがサポートして、1.12台回復ということで、まあまあ上がりましたよね。うん ここって1.12をサポートできるかどうかですね。で、今週ちょっと利上げが予想されてる A 中銀なんですが、まあ、ここら辺も上昇してきてるということで、1. 点、うーん、そうですね。3、4あたりがサポートをされるのか、前半がサポートされるのか、もう少し長いので見た方がいいかもしれないですね。動いたんでね。ちょうどここ戻ってきたところですよね。あの、1.34の50、60のところって、 サポートされたとこ抜けたとこなんでちょうどそこまで戻ってきてるんでここからさらにもう一段35台前半に行くのかここが高値になるのかちょっと重要なところですよね。ユーロドルもそんな感じですかね。まあユーロドルもう少し上ちょっとルームがありますかね。1.12の60ぐらいのところですかね。5十6順のとこサポートされてたと,とこなんで、まあ、そこがレジスタンスになるかどうかですよね。あとは5ドル。えー、っと今日 RBA ありますよ、ねでまあ、ちょ利上げ、あの金融政策は変更一応なしという予想ですけど、まあ、どういうスタンスを中銀があ取るのかどうか、まあ、ここも0.71のところが、えー、サポートになってたところなんで、えーと、そこがレジスタンスに再度なるのかどうか。 ですねニュージーランド、まあ、ニュージーランドも似たような感じですね、0.66のところですよね、ここがレジスタンスに今とこなってますんで。 ここがレジスタンスになるのかどうか、まあ、ちょっと RBA の見方を見てあと株価の動きを見てここら辺がレジスタンスになるのであれば売りまあもちろん売りなんでしょうけど株価が堅調あるようであればここを抜けていく可能性っていうのはあと、まあ、ちょっと否定できないまああと RBA のスタンス次第というところかなと思いますまあ株価ですよね 今日はまあ今日の東京は強いと思うんですけど、ニューヨークの動きを受けて、えー、そうですね、クロス円も上がりましたよね、あのー、株価強かったんで、まあ、ロれもそうですね、129円で4丸あたり、ここ、やっぱり、あのー、重要なところですね、ポンド円、まあ、ポンド円も、あ、まあ、ポンド円も155円の、まあ、いいとこでみんな止まってますね、5丸あたり、5ドル円、まー、あ、ドル円ちょっと、 あの特にどこがレジ,スあのレジスタンスっていうともう少し上になりますよね82円のところなんで少しルームがあるかなという感じですね。ニュージーエン、うん、ニュージーエンはちょっと分かりづらいその明確な感じではないですねここももう少し上になりますよね76円から77円のあたりになるんでもう少し上まだ下のレベルにいますよね。 はいということで、えー、と株価、ちょっと堅調の動きなんでドル安、あのー、アメリカの長期金利の上昇も一服したんで、えー、とドル安、円安、株価上昇っていうのが昨日からの流れでした、まあ、今日の東京は2万7000円台中盤あたりを指数、試しにいけるかどうか。 で、えー、っと、まあ、RBA と、えー、っと、あと、えー、今週木曜日 ECBA 中銀で雇用統計ということで、まだまだ材料いっぱいありますし、まあ、あと、ウクライナの問題ですよね。うん、北京オリンピック開幕するんで大丈夫かなということなんですけど、昨日もお話ししましたけど、まあ、ウクライナの大地が凍る2月になってからの、まあ、機動力がね、あの、ぬかるみじゃなくて、機動あの、凍った方が、 軍隊の移動がしやすいということで、えー、まあ、先端を開くのかどうか、えー、っと、まあ、そこら辺の外交交渉を見守りつつという感じだと思います。ということで、えー、今日も皆さん頑張りましょう。ということで、えー、この動画良ければいいねボタン、チャンネル登録まだの方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。